ございます。はい、皆さん改めましてこんばんは、ティノックスです。よろしくお願いします。さあ、1曲目はノースという曲をお届けしました。ティノックスはね、本当この北欧エレクトロニカという独自のジャンルをやっていて、その北欧、北の方ですね、北の方に憧れて作った曲ノースお届けしました。はい、それではね、ティノックスはね、こういう今聴いていただいたようにほのぼのするような感じの曲が多いんですが、結構ね、こう自然をイメージして作った曲とかたくさんあります。その中で次はフラーレンという曲と木漏れ日という曲を2曲続けてお届けします。Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。はい、なんか植物がこう成長していったりとかね、木々の木漏れ日を感じていただけましたでしょうか。はい、さてね、もう今日は4曲お届けするということでね、もう次の曲で最後となってしまうんですが、誰もええって言ってくれない。ありがとうございます。自分で言うなっていう感じなんですがね、まあね、ティノークスはこういう感じでこう心がどこかふわふわしたりとか、こう心の中でいろんな空想して旅をしていただけたらなと思った曲を演奏しています。さて、お届けする最後の曲はホーミングという曲になるんですが、ホーミングというとね、お家へ帰ろうっていう意味で、まあ、ちょっとティノークス風にこう意味を大きくして原点回帰とかね、最初に持っていた大事なものを思い出してみようという意味を込めて作っています。なんかね、皆さんの心の中に大事な風景って一つ二つ絶対にあると思うんです。でもね、日々こう忙しさに追われてしまってね、その大事なものをついつい忘れてしまいがちになるんですが、この曲を聴きながらね、その大事な風景を思い出していただけたらなと思います。そしてね、北欧大好きということでね、この曲の中で私はスウェーデン語でボイスを言っています。まあね、意味は意味はどうしようかな、またね、じゃあ、Facebook とかにアップするのでね、ぜひぜひどんなスウェーデン語の意味だったのかなっていうのをね、検索していただけたらなと思います。それではティノークス最後の曲でホーミング。
Thank you.